Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Nous continuons le DLC Road to Boruto et peut-être le terminons aujourd'hui. On va bien voir. Pour annuler votre combo, il y a des tas de touches qu'on peut utiliser. Moi, je fais qu'utiliser les touches basiques. Du coup, où faut-il qu'on aille? On a été à l'examen Chunin. Ouais, c'est ça. Et Boruto utilisait le... l'outil ninja interdit par son père lors du tournoi. Vraie tête à claque. Hop. この日に遅刻するほどバカじゃねえよ。ボルトが街に待った日だもんね。ああ、やってやるってばさ。物おじはしてないようだな。これからは一対一の純粋な勝負となる。お前たちがどこまでいけるか、しっかり見せてもらうからな、これ。 Est-ce que ça va être comme dans l'animé ou dans le film, on va affronter d'autres ninjas? Ou est-ce qu'il n'y aura que Sarada et tout du film? Mis à part Gaara et Naruto, les Kage actuels, ils payent pas de mine, on va dire. Donc il y a bien les autres ninjas. そうだ。
葉の忍びとかしょぼしょぼだろ。俺が全員ダジっちゃうよ。ダジっちゃう。そうだよ。一網打尽ってことだよ。まあ、セブル。ダセんだよ。何でも協力してんじゃねえ。スケメイちゃんとの修行を乗り越えたんだ。こんなやつに負けるわけねえ。あるじゃん。てめえもな。最終的に勝つのは俺だけど、めちゃ弱だな。この肌くらいの自分がね。そりゃ。よっ、付き合い。おわら。よっ、そりゃ。もう、j'ai plus l'habitude, hein.En même temps, Boruto, il est vraiment mauvais comme personnage. Compliqué de jouer avec lui.チャライだっけ？ゆるいだ。勝者、この破格で渦巻きボルト。それでは次の試合を始めます。対戦者。おい、ボルト。どうした？試験は終わってないってのに。いや、ちょっと息抜きしようと思ってさ。そうか。まあ確かに試合は緊張するからな。だが、のんびりしすぎるなよ。わかってるってばさ。Ok. Bon, ouais, bon, on peut continuer, hein. Le fils de Shikamaru. Lui aussi, il contrôle des ombres, j'imagine. Je sais pas, j'ai pas vraiment regardé au maximum Boruto.Let's go. Let's go.
やっぱ親が親だけにいいセンスしてる。厄介なやつだ。やってやる。お前こんなに強かったっけ？いや、強かったことは間違いないが、違和感あるんだよな。行くぞ！やった！見て！行くぞ！行くぞ！行くぞ！Peut pas faire grand chose de plus avec Boruto。まいった、ギブアップ。よっしゃ！勝者、この破格で渦巻きボルト。やった、やったってばさ。父ちゃん次もバッチリ勝ってみせるってばさ。どういうことだ。これはこの試験では使用禁止のはずだ。リー、渦巻きボルトは失格だ。勝者は奈良歯科大と訂正してくれ。渦巻きボルト、使用禁止任具の違反により失格。お前は忍者失格だ。行くぞ。今は試験中、説教は後だ。後で説教。父ちゃんに本当にそんな時間があんのかよ。ちゃんと説教されてたら今こんな状況にはなってねえってばさ。そうなんですよ。片付け。ボルト君が優勝できなくて私も誠に残念ですよ、七代目。本当は優勝してから発表しようと思っていたんですが。お集まりの皆様、このボルト君が使っていた科学忍具、失格にはなりましたが、ここまで彼を導いたのは間違いなく科学忍具あってのもの。片付け。そこでご影様、田里の皆々様にこの素晴らしい科学忍具の みんな逃げろ。一人。てめえら何者だ。でかいやつが大筒木錦式、そしてもう一人が大筒木桃式だ。巻物の暗号が解けたのか。
ああ、ついさっきな。奴らについても記されてあった。狙いは、分散したチャクラの実。つまり、お前の中の美獣、かぐやが残した巻物には、奴らがチャクラの実を奪いに来ることが記されていた。かぐやが白舌の兵を集めていたのもそれに対応するため。ああ、かぐやといい、その身をどうするんだ。タンを連成するらしい。さよう、これさえあれば不老長寿、怪力乱心、思うが。睨みつけておるは下等生物の分際で。どうなさいます？衣を汚したくはなかったが、まあいい。たまには体を動かすのも悪くない。喜べ下等生物ども、我の手により葬られることをな。サスケ。ああ、バストン contre Naruto ou Sasuke? Yeah, Naruto. Il est stylé, pas son nom, il fonce pour la zone gun. Et plus cher, normal. Parce que tout le temps ils sont chiants. Voilà. Ah,
時みてえに俺とサスケでお前らを止める。勝負あり。C'est plus des techniques ninja à ce niveau-là. 俺とサスケ相手にここまで。とんでもねえ奴らだ。粘りますな。うん。ならばこうしよう。どうせこの苗床をきれいに整え直さねばならんか。キツネ、お前は死ぬなよ。サスケ、あと頼む。分かった。行くぞ、クラダ。黙ってねえだろうな。うぞんなら来い。Oh là 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 là, c'est beau. Bolton. Yo, katta. Qui a ついたのね。ここは君の家だよ。俺のひまわりと母ちゃん、みんな。ボルトのお母さんとひまちゃんは病院で治療を受けてる。父ちゃんはどこだよ。七代目はみんなを守って、やつらに連れて行かれたよ。ボルト、なんで俺の父ちゃんがおかげなんだよ。一日中机の前で偉そうにしてるだけだろ。誰でもいいじゃねえか。父ちゃんがガキの頃はおかげのじいちゃんはこの世にもういなかったって言うじゃん。そしたら親子のこの楽しい状況も知らずに住んでたんじゃねえのかな。
ちゃんの脱世時代とは違うんだよ。ダッセーな。俺その通りだな。お前は今回の試験で皆に軽蔑された。額当ても取り上げられ、今や忍びですらない。さらに妹は泣き、母は怪我を負い、父はいなくなった。慕ってくれる妹と、自分を心配してくれる母がいなけりゃ、かつてのナルトと同じ状況だな。で、どうする？父ちゃんは…父ちゃんは、どうしてきたの？知りたければ、直接ナルトに聞け。え、助けに行くぞ。奴はまだ生きている。なんでサスケのおっちゃんはこんな俺のこと気にかけてくれんの？お前は本当は強い忍びだ。俺はナルトに負けたが、お前はあいつに勝る男になれる。どうしてそんなこと言えんだよ。お前はあいつの息子であり、俺の一番弟子だろ。そして何よりお前はナルトよりウスラトンカチだ。ウスラトンカチ、それって負けず嫌いってことだよ。我らを忘れてもらっては困る。おかげをないがしろにしては五影の名が廃る。すげえ、五影だ。まるでかつてのナルトだな。力が入りそうだ。奴らの元へは俺のリンネガンを使って移動する。屋敷の上に移動するぞ。Mais bon, on fera ça sûrement au prochain épisode, s'il y a moyen d'enregistrer, entre temps. Bah ouais, il y a sûrement moyen d'enregistrer. Parler à Sasuke sur le toit. On peut monter sur le toit et il y a moyen d'enregistrer. Ok, et ben on fera ça au prochain épisode. Sur ce, à dans 4 jours pour la suite de tout ça. Hop!